主人公が突然虫に変身する不条理小説カフカの変身。カフカが虫に託したのは誰もが抱える弱さでした。本当に弱い苦しいってことがエネルギーそのものなんですね、作家としては。第4回弱さが教えてくれること、明日目覚めても虫になっていませんように。Eテレ